バービカン駅西側から見たバービカン駅。右下の拡大画像はかつての天外の支持構造物。バービカン駅はロンドン地下鉄の列車が発着する鉄道駅であるシティオブロンドンにありバービカンセンターに直結している。ロンドン地下鉄はサークル線、ハマースミスワンドシティ線、メトロポリタン線の列車が発着する。またナショナルレールは テムズリンクのムーンアゲート支線の列車が発着していたが2009年3月に廃止された。この駅は東西に延びる掘割の中にある掘割駅。地下鉄とテムズリンクのそれぞれ伏線が並走する場所にあり4本の線路の外側に1つずつのホームと中央に内側2線が発着する島式ホーム1面がある3面4線の構造。駅の両端はカット カバートンネルになっている。写真において、現代の出入り口は、アルダーズゲートストリートから、1990年代のビルを通じて、駅のホームの東端につながるとても古い歩道橋までアクセスが与えられているのが見える。北側は、チャーターハウスストリート及びチャーターハウススクエアに面した駅舎の裏側である。南側は、ロングレーンに面した駅舎の裏側である。西側は、 ヘインストリートである。掘割には、いくらかの短い点外側あるが、基本的にはほとんど点外がない。かつては4番線まであるホームすべてに、ガラスの点外が覆っていたが、現在もそれを支えるための支持構造物の移行が、残っている。中央の島式ホームの生誕には使用されていない、信号国書がある。また、ホームの生誕からは、スミスフィールドミートマーケットの下を通過する。 複合トンネルの始まりになっている。一頃は市場への家畜は鉄道により運ばれており、市場の下には大きな貨物操車場があった。この駅は最初の開業時には駅が一致する通りの中からアルダーズゲートストリート駅と呼ばれていた。その後、現在の駅名になるまでにアルダーズゲート駅、さらにアルダーズゲートバービーカン駅と変えられている。長い間、This was Sakespeare. S スハウスという示す標識を掲げていた、アルダーズゲートストリート134番地にあった、初期の駅からは移転している。駅舎は、フォーチュンザにとても近かったが、シェイクスピアがここに住んでいたということを示す現存する、証拠はない。1914年4月14日、この駅の洗面所で7歳のマーグロット・ナリーの遺体が、性的暴行を受け、布が彼女の喉まで押し込められた状態で見つかった。 駅員により作られた文章と写真を含む、この駅の歴史についての展示が、主要な出入り口通路の南側の、柵の内側にある、クロスレールが建設された際には、ファリンドン駅東キップ売り場は、バービーカン駅のすぐ西に位置する予定である。またここには乗り換え通路が作られる予定である。ロンドン交通局ロンドン地下鉄サークル線、ファリンドン駅バービーカン駅、ムーアゲート駅、 ハマースミスシティ線、ファリンドン駅バービカン駅、ムーアゲート駅メトロポリタン線、ファリンドン駅バービカン駅、ムーアゲート駅、ありがとうございます。